カルル・ユーリエヴィチ・ダビドフは19世紀ロシア帝国の著名なチェリスト、作曲家、音楽教師、サンクトペテルブルク音楽院教授、チャイコフスキーからチェロ界の帝王と呼ばれた。ロシア帝国、クルディガで音楽愛好家の家庭に生まれる。父親は、医師で素人のバイオリン奏者だった。5歳からピアノを始めるが、10歳でチェロに転校し、 モスクワ劇場の首席チェリストのハインリヒ・シュミットに指示する。18歳でサンクトペテルブルク大学で数学を専攻した後、作曲家としての道を極めるべく、ライプツィヒ音楽院でモーリツ・ハウプトマンに入門するが、22歳の時にはドレスデンでボッケリーに作品の改訂で有名なグリュッツ・マッハーにも指導を受けた。その後はライプツィヒゲバンとハウス管弦楽団で正規の チェロ奏者として活躍する傍ら、余暇に作曲を続けた。帰国後に、サンクトペテルブルク音楽院チェロ科の主任教授に就任。1870年に講演者より贈られた、ストラディバリウスのチェロは、ジャクリーヌ・デュプレの手を経て、現在は、ヨーヨーマの手に渡っている。ダビドフの主要な作品に、4つのチェロ競奏曲がある。いずれも、メンデルス・ゾーンやシューマンを手本とした。 ドイツロマン派音楽の流れを組むもので、スラブ民族的な表現はさほど目立たない。むしろテロのための商品が有名で、泉にて、アラフォンテーヌが、とりわけ名高い。イヴァン・マゼーパを題材にしたアレクサンドル・プルシキンの詩、ポルタバをもとにオペラを作曲しようとして、1880年に、ビクトル・ブレニンに台本を書いてもらったが、ダビドフに、オペラ作曲の時間がないとわかるや、 ブレニンは台本をチャイコフスキーに渡してしまった。ダビドフの意見によると、チェロの演奏技巧はバイオリンを出発点としているのであって、チェロの学生たちにはバイオリン奏者を注意深く観察するのが最も良いと助言している。ダビドフはグリッツマッハーの影響のもとに解剖学的、生理学的な知見からチェロの演奏法に改良を加えた。門人に、 ユリウス・クレンゲルやアレクサンドル・ベルジビロビチ、ハルシュビファーンがいる。ありがとうございます。